はいどうも、ケーキングです。今日はですね、聖剣伝説3、リメイク発売前に振り返るということで、やっていきましょう。前回、まあ、ボス前まで来て、今回ね、まあ、ボス戦からですね、やっていきます。さあ、光の真珠、ライトゲーザー。ここはね、まあ、いつも通りですね。まあ、パワーアップだけ使って、まあ、あとはいいですかね。さあ魔法ダメージ、そしてホークアイ、あとリーストね。はい、パープだけ使います。はい、リースで、あとは殴るだけ。いや、リメイク近づいてきましたね。楽しみですね。主人公はもう決めて、仲間はね、今、ちょっと考え中。あと動画外で、まあ、ちょっと別の主人公もね、やろうかなと思ってます。まあ、今回の組み合わせで、その会話とかもね、増えてるみたいなので、まあ、男だけのパーティーとか、女だけのパーティーとかのね、会話もあるみたいです。まあ、その辺も気になりますよね。まあ、このスーパーファミコンだとね、どっちもやったことあるんですよ。男だけのチームと、まあ、女だけのチームと。まあ、魔法もね、ちょっと使いやすく、まあ、なってるんすかね、みたいなので。まあ、それも楽しみですね。まあ、やっぱ物理が強かったっすからね。もうひたすら殴る。まあ、これが強いんですよね、聖剣3は。2はさ、あの、魔法連打が強かったじゃないですか。とにかくまあ連打するみたいな魔法を。それでボス一瞬で倒せましたからね。弱点ついて魔法攻撃で。さあ、ダメージは大したことないやろ。100いかんくらいか。リースだけ100超えとった。さあ、ここはサクッと全体回復して、さあ殴っていこう。これはね、結構受けるよね。ああ、結構受けましたね。そして、モグリめっちゃ可愛いでしょ。見てください、これ。可愛くない？可愛いよね。ちびっこになっちゃった。そして、でっかくなっちゃったやろ。さあ、ちょっと回復したいな。ケビンピンチじゃない？ケビン。ワン、ツー。誰か攻撃落ちたよね。あ、ケビンか。ケビン落ちとんか。リス。そして、崩壊も回復して。ケビン。ケビンじゃねえ、間違えた。崩壊、崩壊。ケビンはバフよ。崩壊。パップ。ケビン。さあ、行こう。セイントビーム。大したことない。ワン、ツー。ヒールライト。360回復。意味ないやろ、360の回復。これ痛いですね。結構受けるよね。受ける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 。全体回復いきましょうか。ほい。あ、リース操作してるのはね、あの主人公ですから。ケビンとかばっか操作してたらさ、
誰が主人公かは分かんないでしょ。今回リース選んでますからね、まあ、リースを操作してます。さあ勝ち。さあここもね、まあ問題なく撃破ですね。あとは闇だけ。やったー。でも闇のワナストーンどこにあったのか分かんないよ。そろそろ今の装備じゃ辛くなってきた。はい、出ましたね。ここでね、ペダの話が出て、ペダにでも行ってみましょう。何か手がかりがつかめるかもしれないです。はい、それじゃあフラミン呼んで、イニシエの都ペダ向かいましょう。で、今回ね、もう一つちょっとボス戦やりたいんですよね。ちょっと急ぎましょうか。あの光ってるところですね、ここです。次はさあ降ります。この BGM もいいっすよね、これ。これこれ。さあ、そしてこっちですね。はい、そしてこっち。で、こんな感じで、まあ一つ建物があるだけなんですが、じゃまずはね、ちょっとそのまま出てみますね。そのまま出ると、あれ、さっきの建物は幻か。はい、まあこんな感じになるんですが、まあ一回ね出てもう一回入れば、またあのさっきの建物復活してますんで、はい、これで復活。ここでね、あの一泊しないといけないです。はい、休んでいくかねと。ごゆっくり。そうすると、なんと古の都ペダ、まあ、話軽く聞いて、まあこの辺の話はね、あの聞く必要はないです。ストーリーだけ進めるんだったら、学者がいるんですが、あの学者の、まあ、先生かな、ね、話聞けばね、もう OK。 でここはね、あの装備がね、まあ、かなり強いのを売ってるんですが、むちゃくちゃ高いんですよ。でここで武器買います。まず武器がね、これくらい。今まあ4万ルク持ってて、一つの武器でこんだけかかるんですよ。高い。はい、あ、言ってますね。もうあったかい。今からね、会いに行く。さあ、じゃあもう先生のところ行くか。とりあえずね。あとは防具もちょっと見ますか。で、ここに防具売ってるんですが、防具はね、こんな感じ。で、まぁ、あ、ぐっとね、防御力も上がるので、まぁ、あ、8000ルクで、そうやね、20くらい上がるなら、いいよね。まぁ、あ、防御力大事ですからね。さあ、じゃあ進むか。まぁ、あ、誰かいればちょっと話しつつ、あ、今から行くわ。で、ここに先生がいます。はい、私はマナストーンを調べている学者。失われたマナストーン、それは闇のマナストーンだ。暗闇の洞窟のどこかにあったと私は考えている。はい、ということで、暗闇の洞窟に向かいます。まあ、ちょっと装備、整えたりね、まあ、そこちょっとカットしたいなと思います。はい、話に出た、暗闇の洞窟に着きました。
あ、ここはね、主人公がリースかホークアイの場合はここです。さあ行きましょう。もう戦闘せずね、ちょっとボス戦まで一気に行きたいなと思います。はい、逃げます。この辺はちょっと逃げて、まあ、結構ね、あの敵も強いですよ。さあどいてくれ、俺は戦いたくない。さあそしてこっち到着。見て、あれは闇のマナストーン。でもなぜ、気をつけて来るよ。でいきなりね、あのボス戦が始まると。まずはね、そうですね。まあ、ケビンパワーアップ、ホークアイパワーアップ。まあ、いつも通りですかね。まあ、パワーアップしてからやな。はい、パワーアップ。で、ホークアイ。そして、リース。あとは、マインドアップも使っとこうかな。ちょっと使っときますか。ケビンから。ケビンの火力よ。凄まじいよね。マインドアップ。ホークアイ。痛い。さあ、マインドアップ、あとはリス。さあ、あとはね、もうひたすら殴るだけですね。ホークアイピンチやな。ホークアイ回復しとこう。ホークアイ、まあ、バフ1体ずつかけるのね、まあ、めんどくさいよね。とりあえず殴ろう。オラオラ。オッケー。さあオラオラ。ケビンが強すぎる。ケビンの火力、まあ、このパーティー火力ありますからね。さあデーモンブレス全体ピンチ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 。さあもうここはひたすら殴って、チョコチョコたっぷりホークアイに。よし、 OK かな。 HP700 もいいよね。さあ復活。熱い。これ全体の方がいいな。全体にしとこう。さあ全体回復。そうやね。さらに、回復。あとは、リース。リースいいか。さあ、アンティマジック。パープだけ使っときますか。ケビン。魔法ダメージ痛い。回復。あとは
そうやね、崩壊。回復。そして回復じゃね、パワーアップ。あとは回復ね。崩壊回復。攻撃は任せよ。崩壊とケビンにね。で、リースも回復と。さあ、ワン、ツー。痛い。ワン、ツー。ダークフォース。ここ全開したいが魔法連発来てますね。X 連打してたんですよ。ケビン。おらおらおら、押せ押せ。ひるむな、押せ。痛い。ここは全体回復。あと2個か。さあ、とりあえず回復して。はい。ひたすら殴るだけ。さあ、まあいいダメージだね。結構出てますよ。崩壊回復するのはちょっとね。崩壊倒れとんじゃん。回復回復。リース。で、崩壊復活ね。パープだけ使っときますか。崩壊ね。静かやね。さあ、これ結構ウケるんでね。痛い。 OK 終わりましたね。撃破と。頭を叩くんだ、頭をな。やったー。はい、最終形態の力を手に入れたことになる。うん、いうの、もう後戻りはできない。進むしかありませんね。行きましょう。さあ、そしてレベルアップ。ついね、38になりました。さあ、ケビンも上がって。はい、ということで、まあ、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。